パイエルス転移とは、金属中の電子、格子系において、格子系の変形と電子系のバンド構造変化が同時に起こる構造症転移のこと。ルドルフ・パイエルスによって提唱された。温度を下げていくと、ある温度でパイエルス転移が起こる。この時格子系では、変形が起こり、男性エネルギーが増加する。しかし電子系では、 電子光子相互作用によりフェルミ面にエネルギーギャップが開き、その結果として電子系のエネルギーは減少する。この時全体としては電子系でのエネルギーの得が光子系のエネルギーの損を上回るためにパイエルス転移が起こる。低温では光子の周期性に対応した電化密度波を作る。また光子系の構造変化は 電子系のフェルミ面にできるだけ広範囲にエネルギーギャップを作ろうとする。パイエルス転移は高位異常によって、炎のエネルギーが小さくなった結果起こるとも言える。逆に温度を上げると、フェルミ面の上にいる電子が増え、電子系のエネルギーの得が小さくなり、ある温度で相転移を起こして、電化密度波は消える。パイエルス転移は一次元の有機電動体などで見られる。 二次元三次元になると、より東方的になり、フェルミー面のすべての場所で、エネルギーギャップ生じるような格子変形は存在しないためである。よって、電子系でエネルギーを得することが難しくなり、低温にしても、電化密度波は起こりにくくなる。ありがとうございます。